どうも皆様こんにちは。ウクレレを始めまして2週間経過です。イエイ。ちょっと何がイエイかよく分かりませんけれども、私はですね、アンディギター先生の10日間コースで、こちらのですね、まあ大体半分ぐらいは、終えています。そしてですね、4つのコードで、まあ大体曲弾けちゃうよみたいな、4つのコードを覚えれば曲弾けちゃうよみたいなのを相変わらずちょっとやってまして、で、本日はですね、別の曲、レッドイットビーではなくて別の曲に挑戦、さらにオリジナル曲も作ってみました。それではレイディーガガ先生のポーカーフェイスです。それではですね、覚えました。4つのコードを駆使して作ったオリジナル曲です。高速道路を車で走ってるっていう感じのイメージで聴いてください。サンドがアクアライン、サンドがアクアライン、普通車3,100円、1市なら800円、サンドがアクアライン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 。いかがでしたでしょうか。ま、アンディギター先生の、動画もいいんですけれども、それ以外の先生のもちょっと見て、それ以外の先生で、ちょっとこうウクレレをね、パーカッションにしてもいいんだよっていう先生もいて、なんかこう叩いてみたいなみたいなやつとか、なんかみたいなやつとかやってる先生もいて、なんかこういうのやってたらね、ちょっとヒップホップ系もできちゃうんじゃない、ちょっとラップとかやっちゃう、ウクレレでとか。皆さんも一緒に頑張ってやっていきましょう。ではまた。